かここも2枠決まってほしい。そうですね、2争い、まあ、おそらくこのレースではですね、入江選手がトップを取るかと思いますが、2番手争いが注目ですよ、はい、同時にその記録も注目してもらいたいですね、その2位争いに絡んできそうな選手はどうでしょう。まず3コースの古賀選手、はい、世界選手権の優勝者、そして5コースの白井選手ですね、まあ、この入江選手にどれだけ迫れるか、そういうところがポイントになっていると思います。プレッシャーワールが4年前より落ち着いているという、非常にこの4年経ってですね、風格も出てきました、はい、精神的に本当にね、ゆとりが今回ありそうですね。さあ2009年ローマでの世界選手権の金メダリスト、まあ、古賀選手からしますとですね、前半やはりリードを奪いたいところですよね、後半やはり入江選手が強いですので、なんとかスタートで、いいリードを奪いたいところです。この白井はどういうレースプランに持っていきたいでしょうか。はい、まあ、後半非常に強いんですけどもね、とはいえやはり前半からもですね、積極的にいきたいですね。派遣標準記録上位2人の突破はもちろんのこと、これ記録はどの辺に鈴木さん期待したいでしょうか。いや、まあ54秒09が派遣標準タイムですので、53秒台をですね、出してもらいたいですね、はい、前半の入りもどうでしょう。25秒台、はい、もうバサロキックからですね、はい、トップスピードに乗って早いタイムで前半楽にですね、折り返してもらいたいですね。さあ今日最後の決勝レース、男子 100m 背泳ぎ、まず4コースのこの入江に注目。向こうが1コース、手前が8コースです。さあ3コース向こうから3人目、古賀は序盤リードしたいんですが、うーん、入江がもう並ぶ、その浮かび上がったところでほとんど差はない。入江が前半から行きます、はい、入江選手にとってはいいレースですね、はい、古賀が少し頭一つは出ています。向こうから3人目、そして白のキャップ真ん中、向こうから4人目が白井選手も出てますね。そして白井もいる、入江が出ている、入江が50ターン25秒7分、入りはどうでしょうか。いいですよ。さあ先頭は入江、5コース白のキャップ手前が見えています。白井もそれに続いていますが、残り25メートル、入江選手ここから伸びてきますよ。先頭だ、派遣標準記録を大きく上回っている。入江もうオリンピック代表はほぼ間違いない。2位争い熾烈だ。古賀か白のキャップ白井か、入江が先頭、今入江が先頭、入江がまずオリンピック代表決めた。あっと2着は、2位はオリンピック代表ならず。2着の古賀は54秒14、派遣標準に0秒05足りませんでした。入江一人のみの代表決定、まあ、古賀選手は及びませんでしたね。入江陵介は52秒91、見事に52秒台をマークしてきました。そうですね、まあ、本当に後半よく伸びまして、はい、52秒台に入ってきましたね、いやしかし2枠を取れませんでしたこの種目。いや惜しかったですね。あと、もう少しですね、この古賀選手と100分の5秒ですね。古賀代表切符は取れませんでしたこの種目。インタビューです。放送席そして場内の皆さん、2大会連続のオリンピック代表の座を獲得しました入江選手です。オリンピック代表決定いかがですか。もうすごくほっとしています。はい、世界との戦いを見据えた中でのこの決勝レースだったと思いますが、そういう意味ではどうですか。すごく緊張したんですけども、やはり世界はもっともっと早いので、このタイムでは満足してはいけないと思っています。さあ夏のオリンピック本番に向けてどういった形でレースをこう組み立てていきますか。昨日コウスケさんが日本新記録を出されて、自分も出してやるっていう気持ちがすごいあって、自分がもっと強くなれば日本のメドレーリレーでも金メダルが狙えると思うので、もっともっと強化してきたと思います。さあまず 100m で決めて、もう一つ 200m が残っていますが、そちらに向けては。まあ、1種目決めれてほっとしているので、200ではもっと最高のパフォーマンスができるように頑張っていきたいと思います。楽しみにしています。頑張ります。入江選手でした。
まあ、入江が順当にといいましょうか、この種目で代表切符をまず勝ち取りました。52秒91、去年自身上海の世界選手権で銅メダルを取ってますが、その時のタイムよりもいいタイムですね。そうですね、また200非常に得意としてますんでね、はい、楽しみですね。バサロキックにも非常に力を入れてきたという、はい、まあ、この辺水中でどれだけキックを打つかという塩梅をですね、研究してきたようなんですが、はい、非常に上手にやれるようになりましたね、でまたスタートの後のバサロキックも上手だったんですね、はい、ですから古賀選手にとってはこうリードを奪えないのでちょっと焦りにつながった、逆にその入江選手は十分改良を しましてですね、はい、記録につなげてますよね。そうですね、この軸のブレな泳ぎ、さあ今年ロンドンでどういうレースを見せてくれるのか。まあ、それにしても200取れなかったのは残念ですが、そうですね、入江選手がトップレベルにいますので、はい、日本としてまたメダルを期待したいですね。そうですね、